2016年に JR 東日本が駅ナンバリングを導入しました。JR 東日本は2020年の開催予定だった東京オリンピック・パラリンピックに向け利便性向上のため2016年8月以降駅ナンバリングを導入しています。駅ナンバリングは路線記号と駅番号を組み合わせて表示するほか多くの路線が乗り入れる駅については それぞれの路線記号や駅番号とは別に、アルファベット3文字からなるスリーレターコードが表示されています。JR 東日本では、2016年8月20日に目黒駅に導入されたのを皮切りに、東京都区内全駅、吉祥寺駅、三鷹駅、舞浜駅に導入され、それ以降、その他駅にも拡大されました。駅ナンバリング導入に合わせ、 駅名表への日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語が表記されることとなりました。JR 東日本では今後もグローバル化が進められます。これで5月4日の KAB ムービーズを終わります。